長崎県島原半島にある原城跡江戸時代の初め、島原の乱が起きた場所です城跡の公園を整備していたところ地中から数百体に及ぶ遺骨が現れました無造作に折り重なったままの遺骨その傍らからは キリシタンの証である十字架も出てきました。三万七千人が一揆を起こした島原の乱。戦いに敗れた人々が惨殺されたという言い伝えは本当だったのです。しかし、戦いはなぜ核も生産を極めたのでしょうか 島原では戦国時代末から多くの領民がキリスト教に帰依していました。しかし、慶長18年、江戸幕府によってキリスト教は禁止されます。邪教を広めて日本の国を領有しようと企んでいる。徳川家康は、 カトリック教国のイスパニア・ポルトガルが、キリスト教の宣教師と結託し、日本の植民地化を狙っていると警戒したのです。キリシタンに改宗を迫る厳しい弾圧。島原からキリシタンは一掃されました。ところが、近況令から23年後、一つの予言が流布します。 異教徒には火の審判が下される。そして、天の使いが現れるであろう。天草に住んでいた16歳の若者四郎が、その天の使いと目されます。檻からの大飢饉、そして予言通りのカリスマの登場。一度キリスト教を捨てた人々が、雪崩を打ってキリシタンに立ち返ります。 彼らは侵攻の許可を求めて武装放棄これに対し幕府軍は総勢12万人の大軍で鎮圧に向かいました一揆軍はカトリック教国の援軍を頼みのつない原城で決死の籠城戦に臨んだのですその時歴史が動いた今日は日本とカトリック教国の対立の狭間まで 信仰に命を捧げたキリシタンたちの悲劇を描きますこんばんは皆さん、松坂ですその時歴史が動いた今日のテーマは島原の乱ですえご存知あの天草四郎の下でですね え、信教、信仰の自由を求めて放棄した、およそ3万7千。まあ、これ諸説あるんですけども、えー、幕府の記録によると3万7千となっていますが、その3万7千の民衆が、12万の幕府軍と戦った。えー、一気軍はあ、壮絶な戦闘の後のしですね、最後には、籠城を選択する。その一気軍が籠城した原城がですね、幕府によって攻められて、 陥落して軍は敗北するというこういう島原の波乱でございますが今日のその時はその時つまり幕府軍が原城を陥落させたその時寛永15年西暦1638年の2月28日といたしました。 今ご覧いただいた冒頭の VTR でご紹介しましたようにこの原城はですね発掘調査が現在行われておりますいろんなものが発見されましたがそのうちの一つですね例えばこれはその遺体と一緒に出土した十字架です。 歪んでいたりですね亡くなっていたりしたものもございまして当時のその戦火のものすごさというものを忍ばせるしのものでございますけれどもしかしそれにしてもですねなぜおよそ3万7,000の民衆はいわば玉砕に近い無謀な戦いを挑んだのでありましょうかそしてもう一つそれにしてもなぜ幕府軍も彼らの完全殲滅という徹底的な攻撃をしたのでございましょうか。 今日の番組はこれからその島原の乱のお話でございます。島原の乱が終わった直後の寛永15年2月、長崎で弱い60になる男の尋問が行われました。一気側の指導者でただ一人生き残った山田恵も作という人物です。 その供述書の写しが民家に残っていることが分かりました山田絵も咲口書き写し島原の乱で一揆軍がどのように放棄しそして破れ去ったのかその戦いきさつが詳しく語られています乱を遡ること35年 江戸幕府が開かれたこの年、山田猛作は長崎県島原半島を治める有馬氏の家臣を務めていました。領主の有馬春信は、自らローマ教皇に施設を送るほどの熱心なキリシタン大名でした。キリスト教に対する領主の手厚い本、さらに、 海の玄関口という地理的な条件もあり、領民のほとんどがキリスト教に改修していました。当時、島原の教会で使われていたキリスト教の教義書です。神デブスの我らに対するご大切を知って、我らも神をご大切に思わなければならない。 ご大切。それは、キリスト教で最も大切な精神とされる、愛です。戦乱の記憶がまだ生々しい時代。自分たちを大切に守ってくれる新しい神の存在は、大きな救いとして受け止められました。民衆がキリスト教に惹かれたのはそれだけではありません。 カトリックの宣教師は無償で治療を行っていました。人々は奇跡的な回復を神による施しと信じたのです。キリシタンとなった山田エモ作も西洋の文化に直接触れています。エモ作は宣教師から西洋画の技法を習い、 ありましお抱えの南蛮絵師として身を立てたのです。この時期、島原では、宣教師と支配者の利害は完全に一致していました。宣教師ルイス・フロイスはその様子をこう記しています。 宣教師は、春信に領内の自社の破壊と領民の回収を約束させた。一方で、鉛と小石を提供した。春信の公認があったことから、キリシタンの布教活動は、やがて過激さを増していきます。僧侶たちが隠していた仏像を、 キリシタンが取り出し、大きな仏像は祭壇もろとも放火した。宣教師に先導されたキリシタンたちは、仏教や神道の信者を異教徒として激しく攻撃するようになったのです。キリスト教のこうした排他的な行動は、一人の人物に警戒感を抱かせます。 幕府将軍徳川家康です。家康のもとには、プロテスタント国オランダ国王から国書が届けられていました。カトリック宣教師は日本人を回収させて他の宗教を排斥しようと考えている。そして、宗教の争いを起こさせ、内乱に導こうとしているのだ。 江戸時代の初め日本に来ていた宣教師の布教活動を援助していたのはカトリック教国のイスパニアとポルトガルでした。当時イスパニアとポルトガルは世界中に植民地を広げる野望を抱いていました。インドのゴア、中国のマカオ、フィリピンのマニラなどを次々と植民地にしていきました。 カトリック・イエズス会の本部、ジェズ教会。日本の宣教師がイエズス会総長に当てた書簡が残されています。日本においては、カトリック諸公による武力征服は有効な策であり、またそれは可能である。カトリック教国は、 次なる標的として日本も、腰淡々と狙っていたのです。慶長17年、一つの事件が起こります。有馬春信が、キリシタンの幕府役人と図り、領地の拡大を狙っていたことが発覚しました。家康は有馬春信を死罪に処し、これを機に、 キリスト教の弾圧を始めます。あくる慶長十八年十二月、禁教令を布告。家康はキリスト教の信仰を禁じ、宣教師の国外追放を初代名に命じました。有馬氏に代わって島原藩主となった松倉氏は、 キリシタンの弾圧を実行します島原にいた宣教師たちは次々と摘発され国外へ追放されました民衆たちはキリスト教の信仰を捨てるよう迫られます迫害の様子を描いた 雲仙地獄殉教の図です大衆を拒む者は逃げたぎる源泉に突き落とされるなど厳しい拷問を受けましたこうした弾圧により近況令から14年後島原からはキリシタンが一掃されました山田絵も作も信仰を捨てることで 松倉氏に召し抱えられたと考えられています。ところが、有馬氏の元家臣や民衆の中には信仰を捨てきれない人々もいました。彼らはコンフラリアという秘密組織を作り祈り続けていたのです。コンフラリアでの起きです。拷問や侮辱など、 あらゆる苦難に耐え強固な信仰を示せば救済される息を潜めて信仰を続ける人々のもとに大いなる励ましが届きますローマカトリックの総本山バチカンここにローマ教皇ウルバの発8が 島原のキリシタンに送った手紙が残されていました「我らはこれより殉教を覚悟して母国も捨て去る宣教師の大軍をあなた方のところへ送ることにしよう」「それは島原の乱で一騎軍が敗北する10年前のことでした」 ゲストのご紹介です。東洋大学文学部教授の神田千里さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。ます神田さんは日本の中世、とりわけその宗教と社会という関わりですね。これがご専門でいらっしゃるわけで。はい、その視点からこの島原あの欄も研究をなさっているわけですけはい まず伺いたいのは当時ですね、そのキリスト教と日本の既存の宗教との間に大変大きな軋轢があったということですね。要するに改収するということは、うん、それまで信じていたものを捨てろということなんですね。うん、信者の方も、今までの信仰は偽りであった。うん、これから誠のキリスト教の信仰に入るということを公然と表明するという形で入信するわけですね。うんうん、で、そうなりますと、結局ですね、入信すればするほど、うん 他の宗教に対する攻撃になると。これはあの仏教の坊さんや信徒だとか、うん、あるいはあの神道の神官やその信者たちは、当然面白くないわけでございますね。そういったその不況の陰にですね、はい、その大航海時代ですから、はい、イスパニア、ポルトガルの国家戦略も見え隠れしていた。 あの、イスパニアとポルトガルですが、ローマ教皇から世界を分割して領有すると、そういうことを公認されてたわけで、まさに国家戦略として植民地経営に乗り出していたわけですね。ですから、日本にポルトガルが進出してくるというのも、 まあ、いわばそういう国家戦略の一環として行われていたとこ、うん、こういういいとでございます、ねはい、そういうことに気づいて幕府は、はい、方針を転換するわけですよね。はい、何しろそれまでは殿様が家臣や領民たちにキリスト教を熱く信じなさいと言っていたのが180度を転換するわけですから、まあ、民衆にとっては当然納得がいかないわけですね。うんうん、みんなな揃って捨てて捨るなどとということは不可能でありまして例えば、えー、実際に 親子が断絶すると、子供が親を捨てて行ってしまうという事例もありますし、うん、夫婦が別居すると、うんえー、そういうふうなこともあるわけですね。うん、まあそういう意味では、えー、大変な混乱に、えー、なったと思います。はい、近況令からこの14年たった時点、これ寛永5年目なんですかね。あね、島原では表向きはキリシタンはいなくなったと。 ということになりますけれども、しかし今 VTR でご覧いただきましたように、一部の人の間ではですね、非常に熱よいその信仰が残っておりました。そうした中で、今度はあることをきっかけにですね、えー、民衆たちが公然とですね、キリスト教を信仰し始めるのでございます。次の VTR をご覧いただきます。幕府の近教令布告から23年後の寛永14年。 三代将軍、徳川家光の治世となっていました。この年、島原天草は三年連続の飢饉に見舞われました。それにもかかわらず年貢の取り立ては厳しく、多くの人々は極度の上にさらされます。そんな中、一度キリスト教を捨てた人々が、突然、公に宣言し始めます。 我々は今日からキリシタンとなる。千年転んだことは取り消す。この時、密かに信仰を続けてきた人々の間で、一つの噂がえかれていたと山田絵作は供述しています。それは、宣教師が日本を去る時に残したという予言でした。 やがて善人が必ず生まれ出るだろうその子は習わないのに書学を極め人々の頭に十字架を立てるだろうその頃島原の目と鼻の先にある天草に一人の若者が現れます天草四郎 16歳かつてキリシタンだった浪人増田甚兵衛の息子でした四郎はキリスト教の書物や経典をそらんじて人々を驚かせていました村々に一通の激文が駆け巡ります 異教徒にはデウス様より火の審判が下される。天草四郎様と申すは天人である。キリシタンにならない者はデウス様に地獄へ落とされるのだ。十月二十三日、島原の有馬村で村民が集まりました。 甘草四郎から直接教えを受けた村人がキリスト教を再び信じようと説きます。今起こっている天候不順や飢饉は、自分たちがキリスト教を捨てたせいだ。全能の神、デブスによる最後の審判。そして、天草四郎というカリスマの出現。 村人のほとんどがキリシタンに戻ろうとします。これを機に、キリシタンに立ち返る動きが加速されます。山田や模作も自分が治める村の民衆がキリシタンになるに至り、自らも再び信者になります。私たちは以前、天衆をして後悔しています。 この度、死老殿をキリスタンの大将にして、キリスト教を再興しようと決心しました。10月25日、民衆は武器を手に取り次々に一気に参加。戦の経験がある老人たちに引きられ、大干渉や判定を襲いながら進軍しました。島原の乱の勃発です。 後期は島原藩の三分の二の村々で起こり、さらに隣の天草にも広がっていきます。翌日、一騎軍は島原城に攻め寄せます。そして、藩の正規軍と衝突することになったのです。 キリシタン放棄の知らせは江戸幕府に届きます。将軍家光は危機感を募らせました。反乱の背後にカトリック教国と追い出したはずの宣教師の影を見たからです。幕府は 九州をはじめ、西日,日本各地の大名たちに、乱の鎮圧に向かわせます。動員された軍勢は、最終的に十二万人。豊臣氏を滅ぼした大阪の人に匹敵する数でした。一騎軍の副将格となった山田江茂作の証言です。攻めてきていると聞いて驚き、話し合いの上、 原城に立てこもることに決めた。天草城を大将にした一騎軍三万七千人は原城に入りました。原城は島原半島の南端に位置します。三方を海に囲まれた天然の要害でした。 原城跡の発掘調査によって、この時一気軍がどのように戦おうとしていたか、その戦略が分かってきました。ちょうど、あの、この長い石垣に沿って、二メーター、3メーターかけ ×4 メーター、石は3メーターかけ ×3 メーターの、まあ、地面を掘った跡が、まあ、急区画、きれいに並んで出てきたんですね。この穴は、半地下式の建物の跡です。 三万七千人という大人数は既存の施設では収容しきれないため、住居を作っていました。長期戦に持ち込む構えであったことが伺われます。作戦の背景には、あのローマ教皇の約束がありました。殉教を意わない宣教師の大軍を島原に送り込もう。その言葉を信じた一気軍は、 カトリック教国の援軍が来るまで持ちこたえようとしたのです。一騎軍の心の寄り所となった旗が残されています。天草四郎陣中期。山田絵茂作が描いたと言われています。この旗の元、四郎と共に戦えば不死身だと信じた人々は結束を強めたのです。 それは、島原の乱で一気軍が敗北する3ヶ月前のことでした近況令から23年後にですね、再び侵攻を始めたキリシタンたちによって起こされたのが島原の乱でございました。きっかけはですね、そういった人たちの間にこの噂として流布していたある予言でございました。 山田恵茂作の供述によればですねその予言といいますのは最後の審判が迫る中で天の使いがやってくるというこういうものでございました当時島原は大変な飢饉でございました社会的に混乱しておりましたそういった中で天草四郎という16歳の若きカリスマが現れたのでございます キリシタンは事態打開のためにある行動を起こすことを決意いたします。それは一揆というですね、非常に先鋭的な手法でございました。しかし相手は12万の大軍であります。追い詰められた一揆軍はですね、最後に牢上という手段を取るのでございます。昔からこの牢上という手段は鉄則がございましてですね、その五爪、 援軍の当てがあって初めて成立しうる作戦でございましで、この時も保育園はあてがありましたそれは外国の援軍でございましたとりわけイエズス会とゆかりの深いポルトガル軍の援軍これを彼は当てにしていたしかもローマ教皇はですね日本に大量のそういったことを当てにして彼らが取った作戦が道場だったのでございますが。 さあ皆さん、いよいよ今日のその時でございます。一気軍が原城に立てこもって一月後の寛永15年元日。幕府軍12万人は大規模な攻撃を仕掛けます。しかし、元有馬家臣の浪人たちに率いられた一騎軍は果敢に迎撃。 ここは鉄砲を撃ち、女は石を投げ、鎮圧軍を撃退します。幕府側からは、四千人近い死傷者が出ました。山田の教術です。前の日の晩に総攻撃のあることを知った。城中ではそのつもりで待っていたので、強く防いで。 手オいや死人は合わせて17人しかいなかった。1月4日、大敗した幕府軍に新しい指揮官が到着しました。老中、松平伊豆の神、信綱。知恵伊豆の異名を取る幕府一の切れ者でした。信綱は、 武力による強引な作戦を中止します。そして、原城に向けて、やぶみや使いを送り、切り崩しにかかりました。ギリシタンになったことを悔いて、それをやめ、投降する者は、許す。これに対する一騎軍の返事です。 我々は神に対し命を捧げる覚悟である。信綱はキリシタンの信仰の硬さを思い知りました。しかし一騎軍が信じていた宣教師とポルトガルは果たして助けに来る予定はあったのでしょうか イエゾス会宣教師の報告です大勢の宣教師と共に日本に密かに入ろうと試みたが結局上陸できなかった近教令発布から23年宣教師が日本に入国することは非常に困難になっていました ポルトガル商人から本国に伝わった島原の乱の風文です。この度の戦いはキリシタンとは関係ない。島原藩が幕府に逆性を隠すために、キリシタン信徒の反乱だと言いふらしたのである。一気軍が頼っていたポルトガルからの援軍は、 来る予定などなかったのです。信綱は一揆軍のキリシタン信仰を揺さぶるべく真珠作戦を考えます。彼らはやがて南蛮から援軍がやってくると信じているが、異国人に攻撃させれば嘘だと気づくだろう。 1>, 1月13日、信綱は長崎平戸からオランダ戦を呼び寄せ、原城を砲撃させます。半月にわたる艦砲射撃によって一軍は大きな被害を受けました。味方だと信じていた外国船からの砲撃は、牢上する人々に失望を与えました。 そんな中、事件が起こります。幕府軍の放った銃弾が天草四郎たちを襲ったのです。四郎のそばにいた数人が即死、四郎自身も左袖を打ち抜かれていました。山田芋作はそれを目撃していました。 皆、四郎殿さえ弾丸に当たり、そばの者が射殺されるとは不吉なことよと言っていた。私はこのことがあったので、勇気がなくなった。四郎のそばにいれば不死身だと信じていたのに、撃たれて死んだ。自分が信じてきたものは何だったのか。この戦いは、 一体何のためだったのか。エモサクは幕府軍に投降しようとします。しかしその桑ワは一気軍に漏れます。祭司は殺され、本人は囚われの身となりました。 牢上すること3ヶ月。頼みのつなだった外国船は一向に来ない。日記軍の結束に影にが生じます。2月27日。幕府軍による総攻撃が始まりました。地方から一斉に原城に突入したのです。 これまで果敢に敵を押し返してきた一騎軍。しかしもはや対抗する力は残っていませんでした。ギリシタンはことごとく撫で斬りにした。女や子供までが容赦なく撃たれました。 一軍の精神的支柱であった天草四郎ついに本丸で命を落としました今籠城している者たちは大世まで共になる城に火の手が回る中籠城した人々は最後まで神を信じ 折り重なるように死んでいったのですそしてその時寛永15年1638年2月28日原城は陥落し島原の乱は終わりを告げました幕府軍は まるで乱を封印するかのように一騎軍の遺体もろとも原城を城ごと埋め尽くしました乱の直後から幕府は禁教令をさらに強化踏み絵を使ってキリシタンを摘発する宗門改めが行われるようになりました。 寛永16年将軍家光はポルルトガルと国交を断絶ここに230年にわたる江戸幕府の鎖国体制が始まったのです一揆軍にしてみればその頼みの援軍が来なかったそれから選挙士も来なかった。 爆風の記録によると3万7千の一気軍は結果として玉砕をしてしまう、はい。生きていく勇気というのは信仰なんだと。しかし信仰は認められないと。で、こうなりますと、やはり最終的には、あの、あくまでも戦うということしかなかったんだと思いますね。うん、純粋な信仰だったわけですけれども、結局は、えー、反乱の企みだとか、外国との通貌だとか、 まあ一方的なレッテルを貼られて葬り去られてしまったということでまあ宗教でなければちょっとないような不幸な悲劇であったとそういうふういふに思っております一方、幕府側から見ますとね、はい、まあ言ってみれば島原という一地方にですね12万もの大軍を投入した。はいはいはい 何を恐れていたんでしょうかね。百姓一揆だったら大名が味方するっていうことはまず考えられないわけですが、キリシタンとなるとですね、話は別でございます。何しろ、ついこの間までキリシタン大名というのが現実に存在したわけですね。大名が立ち返ったら、これは一揆どころでは済まなくなる。天下が覆るようなことになる。で、そうなってくると、さらにその背後にはカトリック教国という、えー、宗教によるつながりがあるわけですから、幕府はそれを非常に怖がっていたんだろうと思います。 さあ神田さんは今日のその時はどう歴史を動かしたとお考えでしょう はい、そうですね。まず、あの、鎖国政策が取られたと。いうことで、うん、長期の平和があって、うん、その中で現在日本文化と言われているようなものが、独自の発展を遂げることができた、うん、これは非常に後世にとって大きなことだったと思います。ただ、えー、それはキリスト教を認めないという前提でその平和が成り立っているわけですから、まあそういうキリシタンの多大な犠牲の上に成り立った平和であった、うんえー、こういうことではないかと思います。うん どうもありがとうございましたどうもありがとうございました今日の番組の終わりはですねこの一揆軍の指導者の中で唯一生き残ったといわゆる山田恵模作のその後これらご紹介しながらのお別れにしたいと思います今夜もご覧いただきありがとうございました島原の乱の供述をした山田恵模作はその後江戸に連れて行かれました そして、松平信綱の下で、キリシタンを摘発する仕事をさせられたと言います。宮崎県西臼杵郡高千穂町。ここに、さらにその後のエモ作の消息を知る手がかりがありました。山田エモ作の口書き写しが見つかったタバル地区。 代々ここに住む内倉さんの母方は山田姓です。そこから内倉さんは山田恵も作の子孫ではないかと言われています。山田という姓は、その当時はこの西敷軍で一軒しかなかったんですね。まあそういうことで、えー、島間の乱の生き残りで、ということになれば、それは山田恵も作かな。 集落の外れにある孔章寺。ここでキリシタンゆかりのものと思われる遺灰が見つかりました。遺灰の中から現れたのは、墨で書かれた十字架です。えー、多分これが隠し十字だと思います。たまでの作画ですね。 えー、島原の乱後落ちて、密かにその、この、十字を祈ったという可能性がですね、あると思います。妻子をなくし、住む家をなくして、エモ作はどんな思いで、再びキリスト教に消えしていったのでしょうか。 島原の乱から230年、明治維新を迎えます。長崎では再びキリスト教の信仰が認められるようになりました。長崎を訪れた宣教師たちを迎えたのは、江戸時代の禁教令を耐えしのぎ、信仰を守り続けた末裔たちでした。 人々の信仰心に感激した神父の言葉です。苦難に直面しながら、彼らの信仰の精神は打ちのめされていない。信者たちは長崎の地に再び教会を建設していきました。 少ない稼ぎの中から建設費用を出し合い、労働奉仕に汗を流したと言います。信仰のために捧げられた幾多の命。その悲しみを乗り越えて、今日も穏やかな祈りが捧げられています。 戦後最大のイベント、東京オリンピック。開幕を告げる成果には日本人の悲願が込められていました。戦争により一度は継いえた東京大会。戦後平和を願う国家に生まれ変わったことを世界に伝えるためもう一度挑戦したのです。次回のその時歴史が動いたは、東京大会実現までの知られざる道のりを描きます。